私まだ入ってないので入ります。入場しました。はい、やって読み込んできた。40人。あ、こんばんは。なんか CM が入ってきましたが、あ、カメラ向き違う、よく分かりましたね。なんか前回鏡がどうかって気になっていた方が いらっしゃったのと、あとね、今まで座ってやってたんです、4回ね。で、座ってやってるとなんか調子出ないなみたいなのがあって、今日からスタンドアップで立って、やることにしましてですね。そういうことでカメラ向きが変わっております。こんばんは。もうすぐ、今日は11月の21日ですね。もう11月も終わりで、もう12月が終わるともう今年終わりみたいな感じで、だいぶね、最近は飲み会も増えてきたんですけど、皆さんどうですか？飲み会そろそろ増えてこないですか？それで3日前の金曜日ですね、また懐かしい会合がありましてですね、これもね、また俺たちがいたあの夏にちょっとつながるような話なんですけども、高校のクレのね、母校のクレミスタ高校の2つ下っていう後輩を5人と、それから同級生俺含めて3人8人であったんですね。そのなんで2学年下の人と会ったかっていうと、実はその中に、純一郎っていうねやつがいたんですよ。俺ら3年の時に、1年に純一郎がいたんだけど、その純一郎っていうのが俺たちと いつも遊んでるんですよ。3年生と1年生なのによっぽど楽しかったらしいんですよね。で、その中特に俺たちの中には寺花っていうねボスがいてね、そいつが面白いこといろいろやるんですけど、そいつにとりあえずついて回ってもう弟子みたいなもんですね。それで1年間本当によく遊びましたけど、その純一郎を、32年ぶり、それからその同じ学年の5人の方とお会いしてですね、もうみんな48、9歳なんですよね。そうするとね、48、9歳って言うとみんななんとか部長だとか店長だとかね、そういう感じでみんな貫禄あるわけですよ。だから2つ下って分かってても思わず敬語で話してしまう俺は何なんだと思いながら、なんかね、見た目で弱いなっていう感じなんですけども、聞いてますか皆さん、今日はみんなどこから見てますか？また、都道府県名書いてくださいね。見ますから。それで、その純一郎がその後どうしたかっていうとですね、俺たち3年生が卒業した後、なんか何にも面白いことがなかったらしいんですよね。それでグレてしまったらしいということで、成績もどんどん落ちてね、ひどいことになったっていうのを聞きましたけど、でも今は立派にやってましたね。で、32年ぶりパッと会った時に、頭では分かってんですよ。あ、これが純一郎だって分かるんだけど、でもあの32年前の純一郎じゃないなっていうのが、そりゃそうなんだけど、頭で分かってるんだけど、なんか寂しい、悲しいなっていうのはありましたけどね。まああったけども、でも同じその場所でね、青春時代を送った8人が集うっていうのは、東京で飲んでるんだけど、とっても安心感があるっていうかね、やっぱり仲間なんだなっていう感じがね、初めて会った人もいるんだけど、楽しかったですね。それで、まあ、例に言うとそれ終わった後、あとね、カラオケ無理やり99.3歌唱コースに連れてこれるわけですね。それでまた歌いましたけど、それがまたちょうどあのワインのボジョレーが解禁とか言うのでですね、なんか最近流行りの、今年流行りのペットボトルのボジョレーヌーボーってやつがまたいっぱい来ましてね、それでまたしこたま飲んでしまって、で翌日、昨日ですね、また死んでたというねまたそういうことになってますけど、というわけで1曲目はですね、そういうのもあるので、高校の、同窓会の歌を歌った
あの日の時計台っていうのをねやろうかなと思います。ハーモニカを今日は、前のアルバムの心のベルのバージョンとクラスの頃に出したバージョンのミックスの感じでじゃあ今日はいきなりバラードからですね、あの日の時計台から聞いてください。郵便ポスト請求書に紛れ届いた一枚のハガキ、同窓会の案内状、眉を思わずしかめてた。高校を卒業してしばらくは続いた恋も今は懐かしいだけ、都会の片隅で生きてゆくこと選んだのは誰のためでもない、だけど忘れない記憶の中では、あの日のまま微笑むクラスメイト、シミだらけの夢は見せられないから、見覚えのある駅のホーム、なぜか吹き出しそうになるね、あの角で君と喧嘩してバスを見送った夕暮れ、憧れの街にいつか住み着いて、忘れた川は今も流れているよ、肩を叩き合い元気かと笑う、あいつの声がやけに胸にしみる、少しも変わらない彼女を見つけた、思い出の中深くしまい込んで、このぬくもりがまた寂しさに変わる。暖かい心も過ぎた季節を、あの日のように刻む時計台、硬い石を捨てて受け入れるのは自分の方だったね、繰
クラスメイト物語はまだ終わっちゃいないもっともっと遠くへ栃木、東京のスカイツリーの下町を、スカイツリーはまだ見に行ってないですね、生ではね、口から CD 音源いい子、面白いこと言う人がいるね、口から CD 音源面白い、はい、ありがとうございましたさて、今回はちょっといろいろ話をしようかなと思いますけども、11分ね、今週ねちょっと面白いもん見つけたんですよ。まあネット見ててね、まあ車のナビな話なんですけど、 PSP に GPS つけてそれを車にスタンドにセットして、ナビカーナビの役割させてるってのを見て、あ、じゃあ iPhone もあるんじゃないかなと思って、ありましたね iPhone の。でね、これです。ちょっと待ってね、まだ使ってないんだけど、こういう、いつもナビっていうやつなんだけど、これねちょっとシミュレーションで、ドライブシミュレーションで、ほらこうね、聞こえる？斜め右方向ですと言ったきり、シミュレーションモードもうちょっとあれだね、もう一回シミュレーションって、はいはいはい、これね、まあズームとかもできるから、すごいでしょ iPhone。 それでこのスタンドを、車につけるスタンドを、この iPhone の、はいはい、もういいですiPhone のね、なんだっけ、パワーサポートの、これ気に入ってるんですけど、 iPhone のジャケットね、これね、多くみんな使ってると思いますけども、これのメーカーが出してて、これを、こういうところにガシャンとまでやってますちょっと待って、まあこれをね車につけてね、シミュレーションもとおしまい、はい、おしまい、楽しんでみようかなと思うんですけども、まあ僕のネット、サイトのページの中にね、昔三原の有事のヘルプで1900円の、カーナビをつけて、喜んでた時代がありました。今は喜んでるんですけど、あれがまあいらなくなるんだけど、でもこの間バックモニターをつけたので、あのバックモニターはすごく有効なんですね。だからあれも外せられない、まあ、バックモニター専用のモニターになってしまうかなっていう感じで、またそれは、使い勝手はまたホームページの方でアップしてみようかなと思いますけどね。まあそういう、いろいろ便利なアプリありますね。あと最近気になってるのは、電子 書籍かね、いわゆる自炊って言われて、タンスの中、押し入れの中にいっぱい本があるんですよ。あの本を全部 PDF 化するっていうのも楽しそうだなというところで、14分になってしまう。というわけで皆さん、汗だくなの分かる？分かるんですか？暑い。扇風機あるんだけど、扇風機かけると声がね、ワイ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 になっちゃうからね。それはそれで面白いのかもしれないですけど。え？何ですか？ウッディマインドやれやれ、ああこれ誰、ウッディマインドやれって言ったら誰、広瀬じゃ、ああナイスタイミング、じゃあ今日も、マイクラシックのコーナーでございますけど、この、広瀬見たことあるんじゃないかと思いますけど、この中から今日はですね、知ってる人は知っている、
ウティマリナの解散ライブの時に最初に、あ、最初じゃなかったなあれは最初だっけな、忘れてしまいましたもう。メモリアルジーンズっていう曲をねやろうと思いますけど、分かりますか？メモリアルジーンズ、タイトルがメモリアルジーンズってついてますけど、これジーンズに何か思い出のあるメモリアルなジーンズって意味だろうってね普通思うんだけど、あの頃浅はかですね。別に実はこの内容からしてジーンズの思い出は何もないんですね。思い出、まあ思い出の中に浸っている中で、ジーンズをちょっと電話しに行くので、当時携帯ないからジーパン履いて外に出るために取り上げたジーンズが、当時カラージーンズが流行ってて赤いジーンズだったというね。それでなんかごっちゃになってですね、メモリアルジーンズってね。はい、一曲でいいからなはい、はい、じゃあそのメモリアルジーンズ、さっき練習しましたが、いろいろあって感想後どうしようか、転調することにしたんだけど、転調後のはい、行ってみるぜ。これね、若い気持ちで歌わないとね結構じゃあ行きます、メモリアルジーンズ。蒸し暑さに扇風機を回してビールを煽っていた。ムーンライト明かりを消していざ注ぎろ Good music クリスレア聴きながら考えてしまうんだ、若い日の君のことを未だに拭いきれない。赤いジーンズ拾い上げて思いついたように電話してみよう。か君のも声が聞きたくなって、タバコに火をつけ迷っているサマーナイト。難しい。Tenderness 夜はそれなり愛したくなり、届かぬ想いに心遊ばせて Silence タバコもみ消し頭の上で、宇宙がふわふわ漂ってる。いくつになったんだい君は、ふとよぎる寂しさが本当のことで全てなんだ。思い出すようにイエローテレフォンダイヤルナンバー回してみようか、君のもことが知りたくなって、受話器の向こうは変わらないハスキーボーイI jeans 拾い上げて、思いついたように電話してみようか、君のも声が聞きたくなって、タ
後に火をつけ迷っているサマーナということで、うわきついなこれあでもすごいなんかあの懐かしい感じ、自分であのちょっと京都思い出しましたけどね。これ結構いいまだいいんじゃないかな。タイトル変えてちょっと内容変えるとどうですかね。はい、ありがとうございます。というわけでね、マイクラシックスのコーナー、メモリアルジーンズ、あと9分。さてと来週のためにですね、そう募集、来週の宿題コメントっていうのをですねいただきたいなと思ってるんですけど、ちょっと宿題っていうことだからすぐできるんじゃなくてね、ちょっと難易度が少しぐらい高くてもやってみようかなというのを募集したいと思います。だから、久しぶりに聞きたいぞ日浦貴之のこの歌、久しぶりに聞きたいぞ日浦貴之のクラスのこの歌とかね、あるいはこのカバー半田付け半田付けやりましたよ今週もね、あんまり表で言わないですけど、液晶のEL シートの付け替えやりましたけどね、まあいいやそれはいいとして、だからなんか宿題をちょうだいよ、ね、で次の曲の間にバーッと書いといていただければ、僕はそのコメントを見て、歌い終わった後にねコメントを見て、じゃあ来週はこれやりましょうみたいなことが決まればやるし、決まんなかったらまたそのログを見て検討するみたいな。カバーもいいですね。はい、カバーですね。なんかこれ聞いてみたいありますかね。じゃあそういうのを次の歌の間にダーッと入れといてもらって、今日はこれで最後の曲になりそうですがスローミュージックって何、日浦さんが歌うと何か引っかかったりとかします？クリスマスしかカバーしてほしいかな。あ、クリスマスソングはねそろそろありますけど、まあ、やりたいと思う。あ、それもそういうのもあるかもしれないですね。引っかかるとかいうのはあっちの方でしょうかね。まあ、まあ気にしないでいいんじゃないですかね気にしてたらこの番組になり立ちませんからね。よし、じゃあね最後多分新曲、そうですね夏の日の2010なるほどいいですね夏の日の2010はさすがにできんだろそれは、じゃあね、この間最後の時ホリデーやってくれみたいな6分の1夢旅人、分かんないなまた、ホリデーやってくれっていうのがありましたので、最後またこの汗だくのついでにホリデーをやりたいと思います。では疲れた体地下鉄に押し込む君と話した受話器置き終点間近のざわめき、いつか振り向けず夢を削ってく、初めて会ったあの日の君が浮かんでくる、ホリデー大切なものをもう一度、ホリデー心に刻むのさ、ホリデー
迷路を愛が泳いでも熱い鼓動をつなぐこの手を離さない扉が開くとき溢れ出す人群れ君の言葉がふとよぎる想いが重なる今を感じる不意にその意味が胸を叩くよ行き場なくした苛立ち君を傷つけてたホリデイ心を解き放つ鍵ならホリデイ自分の中にあるホリデイ交わしたキスの痛みも視線そらさないでまっすぐ見つめたい Holiday 君を守ることがいつかはホリデイ僕の夢になるよホリデイ迷路を愛が泳いでもずっと曇らせはしない君を愛してる、oh, ホリデイます。今頭の中電車の信号機が鳴っている金庫観光金庫観光ちょっとモニターでかすぎたかな。はい、というわけでですね、もう今日も時間ありませんけど、じゃじゃーん、これパッケージだけできてるんですけど、今和田中が作ってくれてると思いますけど、これね、この夏の、DVD なんです。もうすぐできると思います。結構いいシーンがあります。なんと俺たちがいたあの夏は最後4回も出てくるというね、どれも切れなくて4つ出てくるというね。あとね、広島の、広島祭りのね映画すごいね良くてね、いい感じになっています。はい、これ俺たちがいたあの夏、またよろしくお願いします。というわけで今日も時間ないので、これプツッと切れるかもしれないですけど、今日もご来場いただいた皆さんありがとうございました。来週もこの時間でお待ちしております。どうも、終わった。はい、ありがとうございました。